レッシュフーズナスコ、春ウキウキナスコに行くの、いいもの安くたくさんあるから、嬉しい。フレッシュフーズのナスコチェン、ついにやってまいりました。1997年4月4日我々ドラゴンズファンにとっては記念すべき日です。そう、ドーム元年の開幕の日がやってまいりました。私今名古屋ドームのですね、正面玄関に佇んでおりますけどもね、もう人が次から次へとガンガン来ます。当然皆さんドラゴンズファンですか？ありがとうございます、ありがとうございます。さあ今日開幕ということなんですけどね、ちょっとですね、名古屋ドームのあたりはですね、小雨がちょっと降ってるんですよね。でもこの雨はですね、いい感じの雨ということにしまして、この開幕をですね、皆さんと一緒に楽しもうということでございますけどね。いや皆さんなんかここへですね、なんか新築の家に来る感じで、なんとなく皆さんちょっと気取ってるかなという感じがありますけどもね、そういった中での開幕です。さあ星野さん、どういった今気をしているんでしょうか？後ほど私インタビューしようと思うんですけどもね。さあ、今ですね、こちらも中なん入るところなんですけどもね、私たち皆さんと一緒にですね、とりあえず入っていこうというわけでございますけど、今日私有線です。マイクに線がありますのでね、いろいろ大変なんですよ。はい、もう皆さん映っておりますけど、さあこちらがですね、ご覧ください、名古屋ドームのですね、第一ゲートということでね、今私たち撮影してますんで、皆さん遠慮してますけどもね、そんなことは関係ないですよ。皆さん入っていっていただきたいと思いますけどね。さあいよいよ私初めてこの名古屋ドームの中に入ります。中は一体どうなっているんでしょうか？そうです、みんなもうドラゴンズを応援する気持ちでいっぱいです。それでは早速私中の方に行ってみたいと思います。さあそれではお願いします、どうぞ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。限りなく変化する情報化社会、確かな技術力と創造力で TE 東海はマルチメディアを支えています。マルチメディアへ Just Meet NTT 東海。眠らない人の暮らしの潤いでいたい、物流のマルトクです。イラゴフラワーパークの春のイベント花トピア厚みは3月20日から5月11日まで開催。スプリングフラワーショーやチューリップ祭り、ハーブフェア、沖縄物産展と楽しさいっぱいのイラゴフラワーパークへ。この脳神は水に溶かして飲む、頭痛、熱、生理痛に飲みやすくて早く効く脳神発泡錠アラクス。この脳神は水にしゅわ溶かして飲む、頭痛、熱、生理痛に飲みやすくて早く効く脳神発泡錠アラクス。さあ私ですね、ドームの中にやってまいりましたけどもね、本当に綺麗なグラウンドです。そして私今ライブビジョンにですね、これが世界一の大きさと言われているライブビジョンなんですがね、映し出されておりますけども、ちょっと、照れるなという感じでございますけどもね、ということでですね、ちょっとグランドですね、ご覧いただきますとですね、本当に綺麗です。この綺麗なですね、人工芝なんですが、綺麗な緑、うちにも綺麗な緑が一人いるんですけども、そんなことはどうでもいいですね。ということでですね、今日ですね、本当に立派
派なこのドームができたなということをですね、中に入って実感しましたけども、お客様も今どん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 ですね入ってきております。そしてこの後私ですね、星野監督にですねインタビューということでございますけどね、そう言ってる、あ、はいはい、そう言ってる間にですねお客さんど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 んやってまいりましたけど、私この後、下に行ってですね星野監督に、試合前にちょっとあのお忙しいところインタビューしようということですね。お前ケツはやめろってね、ということで、そうです、アリーナビューレストラン特設スタジオの稲葉さんお願いします。はいはい、このね今峰さんが映ってたライブビジョンの下にこちらアリーナビューレストランあります。だいぶ雰囲気が違いまして、こちらでは落ち着いたムードの中ゆっくりともうお食事をされている方々もいらっしゃいますが、さあこのドラゴンズ開幕スペシャルドームで夢満開、この間もなくプレーボールの名古屋ドームから午後5時55分まで全て生中継で皆さんお送りいたしますからお見逃しなく。この3階の外野席にありますアリーナビューレストラン、ここをはじめ今日はあちらこちらにテレビカメラが出ておりますので隅々まで雰囲気お伝えします。このドームというのは本当にみんなが一つの空気を吸っているという感じでどこにいても一体感があるんですが、さあこの人は今どこで何をしているんでしょうか。小田島アナウンサーどちらにいますか。どうもこんばんは、私はですね今一塁側の内野スタンドの方に来ているんですけれどもね、3階席あたりなんですが、まだあの席の方まばらなんですけれども、何かこうそわそわしたそんな雰囲気がこのドームに充満してきました。私後ほど美味しいところから中継をしたいと思います。さて森脇アナウンサーはこのドームの外に行っているんですが、呼んでみましょう。森脇さん、ちょっと小雨が降ってましてね、その分お客さんは足早にドームの中に動くと、そんな感じがあります。こちらのハンバーガースタンドちょっと寂しい感じもしますけれども、それでもプラチナペーパーを持ちました人たちは非常に急いでるな、そんな感じがあります。雨でも野球ができる、そんな喜びをこの外にいますとね非常に感じます。さてグランドレベルはどうなんでしょうか。植木さん、はい、こちらはですねちょうど一塁側のドラゴンズのダグアウトの横に私立っているわけなんですが、まだ選手はちょうど今ミーティング中ということでいないんですね。先ほど大鵬選手がですね今日はミーティングはないよということで出てきたんですが、どうやらそれは間違っていたようで、大鵬選手緊張はしていないということだったんですが、なんとなくそんなところにも緊張しているという雰囲気が漂ってましたね。ということで現在横浜が練習中なんですが、これからドラゴンズの選手どんな表情でこのベンチに出てくるんでしょうか。アリーナビューの稲葉アナウンサーにお返しします。はい、みんなそれぞれ雰囲気が違います。どうぞお邪魔の皆さんもこの同じ空気を吸ってくださいね。さてもう一箇所放送席です。こちらにはですね解説の矢沢圭一さん、そして藤波幸雄さん、実況の吉村アナウンサーがいらっしゃいますが、そちらはどんな感じでしょうか。はい、ここが放送席です。ちょうどついなんですね。先ほどまでものすごい緊張したんですが小田島や森脇の顔を見てたのに途端に緊張感がなくなっちゃいましたけども、さあ矢沢さん、はい、いよいよ歴史的な放送ですね。そうですね、元年ね、はい、なんかこう緊張感がね我々にもこう伝わってきますね。そうですね、はいはい、もうすでに背広を脱いでらっしゃいます藤波さん。はい、まあ、とにかくこの球場でねプレーできる選手は本当に幸せだなと思いますよ。ですね、素晴らしい施設ですからね、はい、また後ほどお願いいたします。はい、それでは稲葉さんどうぞ。はい、なんかあちらの放送席の方はベテラン陣ゆったりしたムードでしたけれども、さて今日はですね山崎選手に密着した今朝の様子ですとか、この他ドームのポイント紹介、また先発オーダーをどこよりも早くご紹介してしまいますからね。それではまず最初にご紹介いたしますのは今日ドームの1日ということなんですが、4月4日歴史的な日です。つい先ほどまでの VTR も交えましてお見せしたいと思います。それではどうぞ。2日前ですね。今年こそ優勝を願ってますんで頑張ってください。優勝は決まったようなもんです。頑張ってください。
ちこちで開幕の準備が進められてきました。さあ今日1時48分にベンチ入りしたという星野監督、今の表情いかがでしょうか。峰さん、到着しましたか。はい、我々今グラウンドにいるんですけどもね、監督、今日はまあ開幕ということでおめでとうございます。よろしいんでしょうか。そりゃそうでしょう。もう我々のね、もう門出ですから、新年ということでね。でも今年は特にこのドーム元年ということでまた思いが違うんじゃないでしょうかね。まあね、お客さんがこんなに入ってくるとね、やっぱりあまり緊張してなかったんだけども、こうなんかこうガーッとくるものがありますよね。そうですよね。やはりファンの皆さんのお力というのはすごいと思うんですけども、まずこちらのですね、ドームの居心地をお伺いしたいんですけども、まずこの芝なんかももう本当に素晴らしい芝ですよね。まあこんなところでやったことないもんですからなんかよそに来たような感じだけど、でもこれで5試合ぐらいできたしね、3日間練習が十分できましたからね、まあ、そういう意味ではもう選手も十分慣れてるでしょうね。監督室なんかはどうなんですか、居心地は。まあ、監督室は、まあ、まあ居心地良くないですよね。狭いし狭いんですか。あそこはあんまりいないところですから。あ、そうですか。なるほど。ということでですね、まあ、こう開幕とか何かが始まるときっていうのは、私なんかはですね、毎朝家を出てくるときには神棚に手を合わせてくるんですけども、監督はそういうことってあるんですか。ありますよ。やっぱり手を合わせて、もう監督になりましたらね、お地蔵さんだろうが鳥居があったらすぐ、神社があったらすぐ、もうお寺があったらもう手を合わせる、これはもう常識ですよ。なるほど。最終的にはこの神頼みということになるわけですか。まあ、神頼みって人間って弱いなと思うし、人間って都合がいいなとも思うし、まあそういう心境についなりますね。ね、もう気持ちはよくわかりますけども、さてですね、実際に試合の方なんですけども、今日、開幕ということなんですが、このあとジャイアンツ、そしてまた帰ってきてヤクルトということで、月曜日を挟んで9連戦、監督、ピッチャーのやりくりはどうしましょう。それはもうなるようにしかならないからもう捨て身ですよ。捨て身ですか。うん、ちなみに今日は山本昌で、まあ、今日それでいいでしょうね。でも私たち心配してるのはですね、巨人戦の最初に誰を持っていくかというのもちょっと心配なんですけども。そうですか。もうあれだけキャンプでみんなやってるんだから、誰か代表で投げるでしょう。誰か代表、もしかしたら我々のなんか門倉を最初に持っていくのかななんていう感じもしてるんですけどもね。まあそれも面白いしね。あれはね、ビジターに強いんですよ。遠征に強いしね。ですからそういう意味ではいいかもしれませんわね。じゃあですね、まあ、その投手のやりくりなんかかなりですね、皆さん気になさってるところなんですが、ファンがやっぱり一番気になってると思うんですけども、それはね、星野監督が一番これ頭悩まさなきゃいけないことだと思うんですけどもね。まあここでやはりですね、今年の目標を一つ監督の口から今日開幕この日に言っていただきたいんですけども。目標はもう みんな私だけじゃなくてね、はい、選手も優勝しかないというふうに言ってますよ。それで監督が A クラスでいいよなんて言えませんよね。選手がその気になってるんですから。そうです。それではですね、今日はもう夢満開ということで、まず最初勝っていただきたいという気持ちもたくさんありますので、一つ今日は勝ちということで山本さんにお願いしなきゃ山本さんに手を合わせなきゃ。そうですか。どうもどうもありがとうございます。頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どんどん長いの乗れ食べよう。どんどん長いの乗れ食べよう。乗りはやっぱり長いよね。長いお付き合い、長いの乗り。どんどん長いの乗れ食べよう。どんどん長いの乗れ食べよう。ノリはやっぱり長いよね。長いお付き合い、長いのノリ。眠らない人の暮らしの潤いでいたい。物流のマルトクです。イラゴフラワーパークの春のイベント、花トピア厚みは3月20日から5月11日まで開催。スプリングフラワーショーやチューリップ祭り、ハーブフェア、沖縄物産展と楽しさいっぱいのイラゴフラワーパークへ。
6日まで蒲郡協定へ。いいじゃん蒲郡。徐々にお客さんの方もだんだん入ってきましたね。今日は4時20分に、オープンゲートをしたということなんですが、今外野席はかなりも埋まってきています。さあこれからはですね、先ほど美味しいところをご紹介してくれると言ってました小田島アナウンサーにお願いしたいと思いますが、小田島さんどこにいますか？はいはい、今ですね、おそらくこの名古屋ドームの中で一番混雑してるんじゃないかと思うところご紹介しますよ。こちらのフードコートレストラン大光横丁というところなんですが、ちょっと行ってみたいと思います。まあ何しろですね、試合が始まるまで腹が減っては観戦もできぬというところなんでしょうか。本当にひっきりなしにですね、お客さんが来ては去り来ては去りと、そんな光景繰り広げられてますが、ご覧ください。こちらですね、カレー、ラーメン、それから寿司まで、まさにですね、食べ物のオールスターといった感じなんですけれども、本当にこのようにですね、混み入ってまして、私もさっきから何か食べたいなと思ってるんですが、なかなかそうもいきません。さあちょっとお話を聞いてみたいと思うんですが、この辺の方ちょっとよろしいですか？こんにちは。今日どちらから？四月から来てますけど。四月町から。はい。ドームはいかがですか、ご覧になった印象？いや綺麗ですね。綺麗。はい。そしていよいよ今日開幕ですが、ドラゴンズに期待すること？いや、太陽がホームランを打って打線が爆発して対勝してほしいです。そうですか、はい、はい、ぜひ楽しんでってください。さあもう一人ぐらい行こうかな、よろしいですか？はい、はい、ドームの印象から聞かせてください。いや、とても綺麗です、うん、はい。そして外雨ですけどね、これなんか関係ないですからね。いいですよね、今年のドラゴンズに熱いメッセージをエールをお願いします。今年も頑張って、何年かぶりの優勝をしてください、はい、というドーム元年をですね、飾ってほしいという、まあ、そんな人たちの熱気すごいんですが、そしていい匂いがしてるんです。ちょっとですね、私も後で食べたいななんて思ってるんですけれども、稲葉さんこちら何か食べたんですよね確か。はい、うん、私もですね、きしめんをいただいたりオムライスをいただいたりしたんですけれども、はいはい、私は、ね、やっぱりアイスクリームが良かったですね。アイスクリーム、あ、はい、ジェラートなんかもあってね、もう子供たちさっきからペロ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 舐めながら通ってましたね。私もちょっともらいたいなと思うぐらいなんですけど、はい、さあもうちょっとインタビューできるかな、お父さんよろしいですか？ちょっと、あ、よろしいですか？あ、じゃあお母さんよろしいですか？今日はどちらからいらっしゃいました？あ、私どもね、あの猫ヶ洞通りから。猫ヶ洞通り市内ですね。ご近所ですけれども、名古屋ドームいかがですか印象は？はい、今日、まあ、これで音楽会に来てましてね。そうですか、はい、じゃあもうドームは2回目ですね。うちはね、あのお席が指定席買ってあります。それは素晴らしい。じゃあこれから何試合も見られるわけですね。ドラゴンズにメッセージお願いします。今もですねないですか。ちょっと楽しんでってくださいね。ありがとうございます。はい、はいはい、ということでございましてですね、どうも小田島さん、はい、かなり混雑してますねそちらね。すごいにぎわってましたね、はい、順番待ちの列するずらーっと続いてます。はい、ありがとうございました。はい、一方こちらのアリーナビューレストランの方はですね、まだ徐々にお客さんが入っているという感じで、ゆったりと皆さんお食事をしていらっしゃるんですが、本当にこれから新しいスタイルで野球を観戦できるということなんですよ。さあこの静かなところが今にぎやかになってまいりました。実は今ドームの中をずっと通って峰さんがただ今到着したところでございます。お帰りなさい。疲れるな。お帰りなさい。疲れる疲れる。はい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 、はい、はい、本当ここに行きますと別世界でしょ。またいやね、あ、ここ涼しいね。そうなんですよね、そしてこんな豪華なお料理までもう並んじゃってますけど、私のために出していただけますか？はい、もう食べるといえば峰さんでしょう。まあ、ありがとうございます、はい。まあ、その前にちょっとこのアリーナビューレストランのね、はい、ご紹介したいと思うんですが、こちらゲームがある日はですね、6000円でこの見る観戦料も含めまして、コース料理をいただけることになっております。はい、それで今日はそのコース料理をこちらにご用意していただきました。で、これを食べながら野球観戦ということで、はい、そうなんですよ。ちょっといただいてみたいですけれども、ね、すみません、フォークありますか？ごめんなさい、生放送でお送りしてますね。フォーク出しといてよ、フォーク。あー、すみませんね。試食の方をお願いしたいと思います。これいいの？俺たち食べちゃって。どうぞどうぞ。いいの？そんな番組で、はい、いいですね。そしてあのこちらはですね、うん、野球を行っていない時も、はい、あの普通のレストランとしてオープンしてらっしゃいますので、どうぞ。これは海の幸のなんとかっていうんですね。これシーフードマリーネでございます。マリーネでございますね、はい、さあどうなんでしょうかね。うまいですね。さすが食べ物のロケは峰さんですね。そうなんです、そうなんです。私ね、食べさすレポーターでは日本一って言われてますからでも本当にこういう形で野球が見れるっていうのは、うん、また新しいドームの楽しみ方、ね、これほらそこ の窓があるでしょ、はい、きっとこれ防弾ガラスでできてると思うんですけどもねこれだって目の前で野球が展開するのを見られるわけですからね、これはだって
6000円じゃ安いですよ。安いですね、うん、はい、しっかりこちらはコース料理になっておりまして、はい、オードブルからスープ、サラダ、そしてお肉料理かお魚料理を選べるようになってます。あ、そうなんだ、はい、いや贅沢だ ねしかしあの前の名古屋球場に比べたら、うん、このドームは素晴らしいですね、はい、前の名古屋あの球場、ま、味があったよ、はい、悪く言えないからねいろんな思い出があったじゃないですか。ありますからね。さらにですね、はい、このお料理を料理してくださったのは、うん、こちらのシェフでございますけれども、はいはいはい、グラウンドの方も料理してる人がいるじゃないですか。あ、そう、あ、前 の名古屋球場からね大変だった永田さんなんですけど、そうなんですよ、あの方に直撃取材しておりますので、はい、まあ、大変だ、なんかインタビューして両翼100メートル、センター122メートルの名古屋ドーム。新たな歴史の幕開けとともに、これまで名古屋球場を整備してきたグラウンドキーパーたちも新しいスタートを切る。今度はですね、あの土の部分が本当にごくわずかで、まあ楽だろうというような皆さん印象を持っているんですけれども、かえって今度はあの絨毯みたいな人工芝でしょう、まあ、三大掃除機一応あるんですけども、天然球場のグラウンドを整備するのと考えますと、もう数倍、3倍、4倍時間くんじゃないですか。天然の芝から人工芝へ、グラウンドキーパーの仕事もこれまでとは大きく変わる。グラウンドキーパーの良し悪しで、その球場のが評価されておった時代なんですけど、今度からもね、人工芝をね、いかにボールがバウンドしてふわっバンツーカーが舞い上がらないように、まあ、そういうやっぱメンテナンスの部分での評価が多分出ると思いますね。美しいドームをより美しく、永田さんのグラウンドへのこだわりはこれからも続く。いや、永田さんね、うん、今度はあのドームになってもご苦労は一緒ということですね。そうですね、うん、特にあのドームのマウンドっていうのは、うん、また今までと随分変わったようなので、違うの、はい、また上等な芝だからね。そうなんですよ、余計大変だと思う。大変なんですよ、ね、でもね、本当今ピッチャー陣、今日あの、うん、開幕投手と言われている山本雅弘投手をはじめ、うん、みんな投げやすいって言うんですよ。あ、そうなんだ、はい、そうなんです。ですからそれも永田さんのご苦労ですね。はい、ということで、まあ、コマーシャルの後は何になるんでしょうか、これは、はい、まだまだこのドームの様子をいろいろあちこちから、ね、東海テレビアナウンサー陣をお伝えしてまいります、はい、コマーシャル。あれどこだ、鳥居のらし、あのイタリーチェルティークロススーツがこの値段、買ってしまった。ベリーオンリートリー。見た？鳥居のチラシ。え？どこどこ？どこ？シワの戻りが早い形状記憶、しかもツーパンスーツでサンキュッパ、買ってしまった。 Very Only Tori。 キリンレモン。なに？なに？今年のキリンレモンは、なにここは？本物だわ。ロストワールドだ。レモンアップで新しい、ずっとずっとキリンレモンセレクト。移動の非常識、移動移動移動、こんな非常識は困りますが、移動のオンリーユー、これもなかなか非常識にお得。移動ペアで車当たっちゃう。イボイボイユーストア、I'm a big festa。 新バレー賞1キロ280円、アリエールピュアクリーン598円、婦人ベストスーツ2900円。行ってきた、買ってきた、ビッグフェスタに行ってきた。海と太陽の恵みが増えた。海藻エキスとフルーツエキスが 200% に増えた。つるつる、すべすべ、新しくなった海と太陽の恵みボディソープ資生堂。いやなんかね、うん、あの新しいドームということでね、はい、我々にも緊張感ありますからね、きっと選手の皆さんもいつもの開幕とはまた違うね、うん、雰囲気だと思うんですけどもね。グラウンドの方にあの植木アナウンサーが行ってますんでね、はい、今あの選手の様子をちょっと伝えていただきましょう。植木さん。はい、ちょうど一塁側のベンチの横なんですがね、はい、やはり明るい中にも緊張感という感じで、うん、先ほどの山崎選手もね、はい、顔がちょっと引きつってきましたね。でベンチの方もですね、おみき、それから塩をまきまして、もう臨戦態勢、開幕の準備万端という感じなんですが、
ベンチに最初に入ってきましたのは、ね、ちょうどあの星野監督のインタビューの頃に選手が続々と入ってきたんですが、うん、まあ、大鵬選手は先ほどフライングということで、はい、最初に入ってきたのは大西選手でしたね。でこの大西選手がね、実はあの今日堂上寮長と約束をしておりまして、うん、盗塁を3つしたら門限がないそうです、うん、頑張ってほしいですねということは3回塁に出なきゃいけないということですね。そうですね、うん、ホームスチールも決めてほしいですね。あ、そうですか。それからですね、山崎選手なんですが、うん、やはりね、去年のその広島市民球場での開幕とは全く違うと、はい、やはりこの名古屋ドームっていうのは独特の雰囲気だなってことを話してましたね。お、それから選手会長の中村なんですけれども、うん、まあ、間もなく発表になりますけれどもね、開幕投手のあのピッチャー、あのピッチャーはね、非常に緊張してるそうです。ただあの普段からね、うん、試合前というのは非常に緊張するタイプなんだそうで、うん、いい結果を必ず出してくれると信じてるって言ってましたね。それからそのね、当の中村選手の方が初めて開幕前、うん、昨日寝られなかったそうですよ。それでね、まあ、本当にそのいろんな球種の中から第1球何を投げさそうかと、もうそれをずっと考えてたそうなんですが、うん、まだ決まってないそうです、うん、そんな話をしてましたね。そうですか、ね、で現在のキャッチボールが続いてるんですが、うん、予定でいきますと5時25分頃にですね、うん、このキャッチボールを終えて、いよいよですねこの後6時に、開会式セレモニーが始まるということなんですね。今日はあのドラゴンズの新しい応援歌なども発表されるということで、かなり華々しい開会式が用意されておりまして、はい、いろんな意味でまた選手の緊張を誘うんじゃないでしょうかね。わかりました、はい、そちらも楽しみですよね。ありがとうございます。いや、山本投手緊張してるっていうことでしたけど、でもあのいい緊張感でね、何でも仕事っていうのはやった方がいいと思いますよ。そうですね、うん、私なんかいつも緊張感ないもん。だからいい仕事ができないんだよ。リラックスリラックスしすぎちゃってね、はいはい、さあ、そこであの稲葉さんがまたなんか余計なことをしてきたって、はい、余計なこと、そうなんです。そうじゃなかったでしたっけ。この方はですね、うん、でもリラックスしてたんですよ。リラックスしてた、はい、実は今朝ですね、うん、あのお宅にちょっとお邪魔しまして、この方の開幕の朝というお出かけ風景を、すみません、取材してきました。はい、また大きなお世話を。すみません、ご覧ください。おはようございます。リラックスしてらっしゃいますね。大輝くん。大輝です。やっぱり出かけるまではこうやって抱っこしてあげてるんですか。いや、今日はテレビ用で。あんまりこう固くなってもいけないので、まあなんていうんですか、いい意味でオープン戦のような気持ちで行こうかなと思ってるんですけどね。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行く。バイバイ、いってらっしゃい。頑張るぞ、今日頑張るぞ。大ちゃんやって、はい、頑張るぞ。おー。いってらっしゃい。じゃあ行きます。じゃあ行きます。どうも。なんかお食事のメニューは工夫を凝らされたんですか。本当はね、なんか皆さんお赤飯炊かれたりとかあるみたいなんですけど、うちはもう毎年普通の感じで、いつものように。またね、1年間始まりますけど、怪我なく楽しいオフが過ごせるように頑張ってくださいっていうことは、はい。緊張せず頑張ります。はい、ありがとうございます。おはようございます。やはりね、ホームラン王ですから。奥様も本当あの可愛い奥様なんですけども、そうなんです。やはりなんかあのどっかあの野球選手の妻という感じがね、ひしひしと伝わってきますね。素敵でしたよ、本当に。いいですね、大輝くんのためにも頑張っていただきたいと思いますけども。今日はあの試合前のお食事はスパゲッティをちょっと食べさせましたとおっしゃってましてですね。ました。もうなんか二人三脚でやってるなという雰囲気がもう羨ましく感じました。ね、あの他の選手の、はい、メッセージもあるわけですか。そうです、はい。皆さんどう思ってるんでしょうか。まずドームへ向けてのメッセージ聞いてください。優勝はね、当然のことなんですけど、せっかくこんないい球場を作ってもらったので、第1号をね、山崎ってちょっと刻みたいですね。ドーム元年ですからね、まあ、そういう意味ではあの何としても勝ちたいという気持ちがありますので、なんかすごく、いつもになく
緊張はしますけどね。はっきり言って未知の世界ですから、まあ、とにかくやってやるぞっていうその気持ちしかないですね、はい、やっぱりこれだけいい球場で今年からねできるわけですから、まあ、選手全員こう喜びを持ってね1年間必死になって頑張りたいなと思います。開幕っていうのは不安ですからね。オープン戦行くは調子良くてもね、やっぱり開幕になるとやっぱり気合が入り方も違うし、やっぱり1本出るまでは不安だし、調子、いいスタートを切りたいっていうのはまあ気持ちですけども ね。さあ皆さんね、本当にもう心が引き締まっているという感じなんですけども、いよいよコマーシャルの後なんですけども、ペナントレースの徹底分析。そうです、あの方たちがお待ちです。あの方たちうるさいからねさあ、はい、そちらの方も楽しみです。はい、まずコマーシャル。変わったよ、バンセレクト。朝シューすればサラサラ体感がずっと一日続くのです。汗の線を引き締める成分配合、一日サラサラでいこう。バンセレクト、ライオンから。こんにちは、もこもこ。リフレッシュオープンセール開催中。生活倉庫、綺麗だよ、早く早く。東京ファンタジー、明るくしたのは光のベール。夫婦イケる顔、資生堂夫婦アクティブベール。綺麗な人はイストです。飲むエアロビクス。今プレゼント中。男へ、女へ、新しい香り。H と I の次の J。フレグランスシャンプー、ティセラ J。グッドでナイスでラッキーなニュースはハウスから。フルーチェがもっと。当たります。なんということでしょうか、恥ずかしい。私たちが世界最大と言われる。そうです、これね、はい、普通のご家庭の25インチテレビだと2000個入るんですって、はい、あ、そうなんですか。いやいや、完全に素人になってしまいますね本当ですね、なんか恥ずかしいもんですねいや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 、でもですね、我々これからですね、このペナントレースの徹底分析ということでね、やっていかなきゃいけないんですけども、やはり分析といったらですね、プロの方にお話を伺わなきゃいけないということなんですけどね、私ね、プロの方に一言物申したいこともあるわけです。あら、はい、ということで、放送席の吉村さん。はい、はい、そうですね、まもなくもう1時間試合開始まで切りましたんで、そんな時間になりました。放送席の方もですね、そろそろ緊張感増してまいりました。あ、実はですね、はい、もう先発投手が分かりました。でもね、はい、もうちょっともったいぶって発表まで待つことにしますさっきなんか驚くような、ね、あ、そうですか、先発ですから、ね、驚きます。分かりませんけど言っておいて、いずれにいたしましても矢沢さん、今年のドラゴンズ、はい、ちょっと簡単に占っていただけますか。はい、その前にね、やはりこのドームでね、開幕を迎えられるというね、はい、これはね、監督はじめね、選手のね、やっぱりね、去年頑張ったね、その証ですよ。あ、それはありますね。そういう意味ではね、やはりこの開幕っていうのはね、重要しなければいけませんね。ただ私たちはなんていうんですかね、藤波さん、名古屋球場の土が、もう矢沢さんもそうだと思いますが、染み付いてまして、そうですね、なんか別世界にいるような気がしますね。はい、芝生の色もね、確かに鮮やかですしね、多少芝生長いんですよね。はいはいはい、で球場もやっぱり広くなりました、フェンスも高くなりました、ただやっぱりホームランの魅力っていうのはね、この球場はあると思うんですよね。そうですね、あ、そっから行きましょう、はい、矢沢さん、まず去年179本ね、はい、ホームランドラゴンズ打ってるわけですよ、まずホームランが減りますわね。まあ多少は減るでしょうね、ただね、はい、ドームというと風とかね、はい、そういうものに天候にこう左右されませんからね、それとドームの中がこう乾いても乾燥してますから、はいはい、これはね、ずいぶん打球はね、飛びますよ、うん、あ、そんなもんですか。でもやはり、どうですか、2割ぐらいは減少しますかね。減少しますね。したがって藤波さん、野球をね、ドラゴンズの場合少々変えなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、特に言われるのはね、三塁打が増えると思うんですね。三塁打、そうなるとやっぱりスピードのある選手、これを要求されると思うんですよ。そうなりますとやっぱりホームランプラスそういうスピードの野球ですね、うん、これを加えていきたいですね。でもスピードのある人ってドラゴンズ、ですから、まあ一番にね、おそらく今日立浪が入ると思うんですよ、はい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 、彼がいきなり三塁打ってケースがね、これから生まれますよね。あ、ですから、まあ2番、まあそして足のある選手がね、
こうどんどんもうそのエキサイティングな、ね、野球、これを期待したいですね。でもなかなかね、そういうわけにいかないですよね。いかない。去年までやっぱり空中戦やってましたからね。だからその辺は星野監督がまあおっしゃるようにですね、徐々にやはり変えていくと、変わらざるを得ないというような方向じゃないですかね。でしょうね。ただ比較的あの星野さんはあの打線のことを心配してるんですが、僕はむしろ打線よりね、この135試合になってね、ピッチャーだと思うんですよ。確かにそうですね。今中がね、この開幕から出れませんからね、まあ、そういう意味で、まあ、むしろその団結することは事実ですけどもね、ただやはり未知数 の, その、ね、未知の能力を持ったピッチャーいますからね、あの藤浪さんね、近藤さんも同じようなこと言ってましてね、横浜もものすごい苦労してるわけですよ、ピッチャー。まあ同じですね、エースを変えてるわけですから。ただね、若い人がね、絶対誰か出るって言うんですよ。でその人の力が出たところが優勝だ。そうですね。そういう形として。ですから、まあ慌てないでペナントレース、まあ、じっくりこう、なんていうんですかね、まあ自分の力を貯めてですね、まあ 10.8、10.6 のようなね、またもう一度ああいう場面をね、ドラゴンズも作っていきたいですよね。ですね。ピッチャーは有利ですよ、これだけね、広いとね。名古屋球場ではそれはもうね、神経をすり返して投げてましたから、外野の背中がすぐスタンドでしたからね。だからそういう意味では、落合だとか佐藤だとかね、それから小池ですとかね、こういうピッチャーが意外と生きてくるんじゃないかなと僕はね。それは言いますね。つまりホームラン少なくなるけど、打たれるホームランも少なくなるわけだ。そうそう、それは一つ大きいですね。多少のコントロールミスはね、許されるというね。だから星野監督がベンチの中でこうね、苦虫を噛みつぶような光景がね、少し今年は少なくなるんじゃないかな。もう今ね、峰さんね、アリーナビューでね、これイライラして聞いてるんじゃないかと思うんですが、峰さん、はい、なんか質問あるでしょ。矢沢さん、はい、矢沢さん、予想では、ドラゴンズは2位か3位かっていうところを言ってますね。どうしてそういうことを言えるさ、それ解説してるんですか。いやいや、この冷静なね、分析なんですよ。冷静にならないでくださいよ。でもね、もうドラゴンズ優勝はね、僕は山々なんですよ。山々でしょ。でもね、あれだけジャイアンツが補強したでしょ、ね、だからジャイアンツあんだけ補強したら優勝しないよ、逆におかしいよと。いやだから皮肉の意味でね、言ってるわけですよ。皮肉の意味を込めて。そうそう、新聞等ではですね、矢沢さん3位になってるんですけども、プロ野球ニュースでは2位ということになってますか。そう、よく見てますね。どうしてそういうふうにまたコロコロ変わるんですか。よく見てますね。いや当たり前じゃないですか。チェックよくしてますね。当たり前じゃないですか。もう矢沢さんのもう行動は逐一もうチェックしてますから。そうですか。矢沢さん、どうして、僕別に西本さんじゃないですけども、どうしてそうまた3位から2位になったんですか。汗かくじゃないですか。いや汗かいたって、それはだって解説プロなんですから、お願いしますよ。いやね、オープン戦の終盤を見ててね、特にあのドームトーナメントね、あれでね、ずいぶんあのジャイアンツのね、ジャイアンツに対するその戦い方っていうんですかね、それがね見えてきたんですよ。ははは。当初2位3位言ってたのはね、実はあの3月半ば頃なんですよね、で終盤に来てね、ずいぶんジャイアンツ その弱点といいますかね、そういうものがこう、まあ、あらわにされてきたんでね、あ、これは戦いやすいんじゃないかなというね、気分になってきたんですね。なるほどね。ということで、もしかしたら、まあ、優勝も狙える2位ということでよろしいでしょうか。あ、もちろんそうですよ。まあ、そしてですね、僕あの藤浪さんにも言いたいんですけども、はいはい、藤浪さんもね、堂々と中日は3位とかって言わないでくださいよ。あのね、6チームともチャンスあるんですよ。だからね、今年はね、チャンスあったら優勝にしといてくださいよ。だけどね、それは気持ちってものが違うんだから。やっぱりよくあの考えてください。この6チームを、打撃のチームとピッチャーのチームと分かれてるんですよ、実はね。ですからドラゴンズはもう完全に打撃のチーム、これ打ち勝たないともう勝てない。例えば3対1とか3対2の勝つゲームってのは少ないと思うんですよ。もう6点か7点取って相手のピッチャーをね、やっぱノックアウトできるかどうか。バッティングってのはね、皆さん、当てにならないんです。僕も矢田さんも言うように。だからその辺をね、ピッチャー中心にディフェンスですね、今度。そのね、守り、あの守りの方がね、やっぱりファンというのはね、もうハラハラしてるんですよ、いつも。やっぱりあの今永さんがね、ちょっと調子が悪いということで、先ほど星野監督にも話したんですけども、月曜日挟んで9連戦なんですよね。これピッチャーのやりくりっていうのは、これあのお二人になんとかお知恵を授けてもらいたいんですけど、これはね、どうします？新しい人はどんどん出てきますよ。だから、ただ、ね、誰が出てくるんだ、新しいって。具体的に言ってよ。先ほどね、あの攻めるピッチングって言ったでしょ。はい、今度はね、絶対守りの方がね、大変なんですよ。峰さん、ガイさん、バッテリーが発表になります。はい、じゃあバッテリー発表になります。発表になりました。ちょっと注目しましょう。バッテリーをお知らせいたします。ドキッとする人？まず、ベイスターズのピッチャーは
森田、ああキャッチャーは上重、予想通りですね。ベイスターズのバッテリーは森田、上重でございます。対しましてドラゴンズのピッチャーは山本昌、キャッチャーは中村、ドラゴンズのバッテリーは山本昌、中村でございます。ラインナップ発表までしばらくの間お待ちください。ああ発表されましたね。なんかほっとしたようなねえ、今発表と同時にここは結構うるさいですね外野のスタンドにすぐ近いので、あ、近いんですね。もう皆さん応援機を振ってらっしゃいます、あ、そうですね、盛り上がりました。この応援機は名古屋球場とほとんど変わりませんね、これ、そうですね。でも、ね、本数に制限があるそうで、やはりドームの中ですので、はい、限られた部分ですので、そういうことは注意しなくてはいけないそうです。さあ、放送席の、矢沢さん、はい、ピッチャーのやりくりというのはどうしましょうか。ピッチャーのやりくりですか、はい、これは星野監督の手腕にかけましょうよ、ね、で私もね、いいな解説者ってそういう風に言い放って。私もね今年期待してるのはね、やはり小池なんですよ。これなぜなんですか。遠藤がちょっとこう出遅れてますでしょ、はい、で小池のね終盤のこのちょっとピッチング見たらですね、ストレートはこう息のいいストレートを投げてきてる。でねちょっと抜くボールをね覚えてきてるんですね。ほうほう、でね川尻とかね、それからヤクルトの高津とか、はい、いわゆるそのサイドスローでね成功してるケースが非常に多いんですね。はい、そうです、そうです。日本ハムの島崎もそうですよ、そうですよね。ああ、だからそういう意味でねこの小池に今年はね、私中継ぎとしてね大いに僕は期待を込めて僕は応援してますよ。ああそうですか、いやもうね先発中継ぎと少し頑張ってくれればあとはもうね、損がいるわけですから、ね、中山ね、つなげますからね。2枚看板がいますからね。そうそう、かなりねいけるんじゃないかと思うんですよ。で守りの方のようにねやはり孫の調子がね、これ終盤に随分上げてきましたね、だからこれは今年30セーブぐらい上げるこう予感がしますね。はい、30セーブだったら ねこれも勝ち星ってのはかなり、ね、多くなるんじゃないかと思いますけども、はい、吉村さん、はい、今呼ぼうかと思ったんですが、峰さんね何これスタメンの発表はね、はい、間もなくあると思うんですが、はい、結局じゃない結構時間食っちゃいますんで、はい、今ご紹介しちゃいましょう。ここで1番なんとかすると時間すごく取るでしょ、はいはい、中日、はい、これは星野監督言っておりますようにね、うん、非常にオーソドックスな、はい、なるほどというオーダーなんですよ、はい、1番が立浪、ほう、2番鳥越、うん、3番がパウエル、ゴメスが4番です、はい、それから音を5番に入れました。そして山崎が6番、大砲、はい、7番、つまり去年と同じなんです。一緒だ。中村がキャッチャー、はい、そしてラストバッターが山本昌宏です。星野監督昨日言ってたんですよ、大体驚かないようなオーダーなんじゃないかって言ってましたけどね。はあ、横浜、はい、1番が石井、はい、2番が春、3番が新外国人選手のセルビー、4番がローズ、5番が駒田、6番が進藤、7番が佐伯、8番が谷重、ラストバッター森田。もう大体もう予想通りのスタメンになりましたですね。ドラゴンズも予想通りですね、まあ大体予想通りですね、はい、こんなオーダーになりました、はい、結局4番はゴメス選手ということですね。まあできればね、はい、こう山崎を4番にね、はい、星野監督はまあ、持っていきたいところなんですけども、うん、オープン戦の最後の方も調子がもう一つね、はい、上がりませんでしたからね。ゴメスがね非常にこう形を変えてね、はい、良くなってきましたよ。いいですよ ね、はい、そこでですねお二人にお伺いしたいんですけども、今年のホームランをこれだけちょっと聞きたいんですけどもね。今年はね、僕は大砲。あ、いいですね、大砲。ありがとうございます。僕も同じ意見ですよ、皆さん。あ、そう、はい、2人とも東京行ったら別のこと言いませんかね。もう買えませんよ。あ、そう、本当に。あ、ということは山崎はどのぐらいですかね。山崎、うん、山崎は今年は随分警戒されるんでね。でも30本の大台は乗りますよ。ああそうですか、非常に変化球っていうか、そういう巧みなこのピッチングをしてくるピッチャー強いですからね。ああそうですか。ということはお二人ともホームランキングは大砲ということでね。松井なんかに取らせませんよ。当たり前ですよ、そんな、
お願いしますよ、はい、はい、どうもどうもありがとうございました。ありがとうございまし た, いましたということでね、お二人ともね、ドラゴンズ優勝ということにはなってないんですけどもね、でもこの後ちょっともうだんだん、そりゃそうですよ、皆さんもあの気持ちはねドラゴンズにあって、うん、それでああいうねあの、まあ、順位をつけてると思うんですよ、あえて辛口に、ね、そうなんですよ、ね、そう言ってあるだけなんですよ。いや本当は優勝ってやってもらいたいですけどね、息が上がらないじゃないの、うん、いやでも皆さんが上げてください、そうですね、はい、この後ですねもうパッとね本当に桜が咲きますからね、うん、はい、はい、じゃないか、えじゃないか、伊勢の名物、赤福餅はえじゃないか。ダイエットは体脂肪率を知ることです。どうやって測るんですか？まだ知らないの？ワンデー推測定測ってます。脂肪が見える体重計、タニタ。はい、どうでした？食後に一枚、爽やかに40年ロッテグリーンガム記念キャンペーンやってます。お住まいは？お名前は？あ、ねえ、お名前は？名前はノンシュガーストレート新登場。お名前？みどりと言います。キリン午後の紅茶。マガロニマイバーシック FX。 さあ、まだ続々とね、続々と今ちょっと雨上がってるみたいですね。上がってるな、いいな、もうね立派な感じでね、とても素敵なんですけどもね、うん、もちろんスタメンの発表ですか？あるそうなんですが、はい、今アナウンスしてます。今アナウンスして、今ね横浜の方のスタメンの発表ですけども、サード進藤、ドームでね、うん、初めてのスタメンのこの発表の声ですよね。なんかこの響き渡る声を監督もどんな思いで聞いてらっしゃるんでしょうか。監督にね先ほどインタビューした時にですね、こう出てきた時にですね、こうスタンドをぐるーっと見渡してですね、キュッとなんかね自分の中でもね緊張感みたいなの僕見えましたね。見えました、見てくださいよ監督、このお客さんって言ったらうわーっていうのがありましたからね、やはりあのお客さんのその息みたいなのを感じて、監督も徐々にね緊張感を高めてんじゃないかと思いますけど ね、皆さんこう練習の時はこう普段通り普段通りってあえて思ってたみたいですね。やっぱりいざこの段階に来るとこうピリッとしてきましたよ。そうですよ、こんな素晴らしいね器ができてるわけですからね、はい、さあドラゴンズのスタメンの発表です。まだかな、まだかな。それでは、はい、中日ドラゴンズのスターティングメンバーをご紹介します。声が違う、声違うんだ。さあちょっと聞きましょう。華々しく登場ですね、はい、1番セカンド立浪和義、背番号3かっこいい2番ショート鳥越雄介、背番号41。ですね、盛り上がりがドーム野球ですね、3番ライト、アロンゾ・パウエル、背番号30。前まではずっと女性だったんですけど、はい、松原さん4番あーそうなんです、サードレオ・ゴメス、お背番号4番です。あ、それ両方出てるんだ。5番センター音茂樹、背番号50。いやこれは華やかになりましたね。なんか皆さんが戸惑ってる様子ですね。6番そうですよね、レフト我々もこれどこの球場に来ちゃったのって感じで、ね、背番号22。さあ見ましょう9番までね、はい、7番ファースト大砲安明、ね、この山崎大砲というのはね監督の最高傑作と言われてますけども、今年はどんなね最高傑作がまた生まれるんでしょうかね。キャッチャー
中村武史、かっこいいですね。武史さん、要です。さあ9番ピッチャー山本正博、背番号34。いやー、なんか近づいてきましたね。山本さんはあれですよ、14年目にして初の開幕ピッチャー。そうなんだよね。もうこの響きをもう本当にじーっと今ブルペンで感じ取ってらっしゃることでしょうね。待ちに待ってたって感じですけどもね、活躍してくれるでしょう。さあ、やはりですね、こういう選手の皆さんがですね、我々の、応援もありますけどもね、なんか今年から、女性の応援団、そうなんですよ、ね、チアドラゴンズということで、我々はあの先週ね、ちょっとお目にかかったんですけど、ドラゴンズホットスタジオの方に来ていただきましたが、たくさんの一般公募の中から10名のドラゴンズファンの皆様がですね、選ばれまして、これからこの名古屋ドームで試合前、試合が終わった後、フレッシュな応援をしてくれます。その方たち、昨日最終調整、練習を行ってます。どうぞ。ドーム球場の誕生とともに、ドラゴンズの新しい応援団として誕生したのが、このチアドラゴンズ。エアロビクスやチアリーディングの経験者10名が、今年1年、試合前と試合後に元気いっぱいのダンスで盛り上げてくれます。厳しいオーディションを勝ち残ったメンバーたちは息もぴったり。今日の開幕を前に、昨日も夜遅くまで最後の調整に汗を流していました。チアドラゴンズリーダーの富田と申します。今年はドームが、元年ということで、私たちチアリーダー部も発足したんですけども、ファンの皆様を盛り上げていけるよう一生懸命頑張って一緒に応援していきたいと思います。よろしくお願いします。ドラゴンズを元気にバックアップするチアドラゴンズ、皆さんも彼女たちと一緒に名古屋ドームで選手たちを応援してください。頑張れドラゴンズ。いいですね、頼もしくて華やかで、これも華やかなドーム野球の一つ、ね、これはいいじゃないですか。さあ、プレーボールまでですね、もうすぐということなんですけどもね、近づいてきました。さ、森脇さん、今外にいらっしゃると思うんですけど、どうですか様子は。外はね、雨が上がりましたね、皆さん、手に持ちました傘を畳んでこちらの方にやってきてるんですが、もう後ろご覧ください、もうひっきりなしですね、まさにひっきりなしです。で、やはり皆さんの表情が明るいのがね、いいなという感じがしますが、楽しみにしているのはいろんなイベントでもあるんですけれども、こちらのイベントをちょっとご紹介しようと思うんですよ。はい、開幕イベントといたしまして、長きにわたりまして名古屋球場を使われてまいりましたが、その名古屋球場から新たに球団旗をこのドームへ運ぶというイベントが行われました。21世紀を担う子どもたちの手によって市内をリレーされていったんですね、今ご覧いただいてますのがその様子なんですが、最年少は小学校3年生を含みます総勢80人の皆さんです。先ほどこのドームに到着したところなんですが、走ってなかったものね、歩いたんだ。そうそう、ゆっくりゆっくりね、地道にやってきました。そうだよね。そして、それと一緒にですね、今度は始球式に使います、ボールも運んでまいりまして、後ほど6時からの開幕イベントの中でこれを手渡すということも行われるようですよ。いや、もう何かこう外もね、華やいでる感じです。いやいや、なんかイベントがね、始まりそうでですね、なんかご覧の中、暗くなってきましたが、さあ、実況席のですね、吉村さん、はいはい、今日のですね、今なんかイベントが始まりそうで、今日のですね、試合のポイントをですね、ちょっとお話していただきたいんですけども、私から聞きましょう。峰さん聞くと目がつり上がっちゃいますんで矢沢さん、まず今日の試合に限ってですね、どんなところがポイントになるか。やはりね、山本昌ですよ、初めての開幕投手ね、どんな立ち上がりを見せるかね、これが大きなやはり、最初の序盤のね、注目ポイントですね。そうですか、山本昌のピッチング、藤波さんは、今日はね、僕はもう打ち合いのゲームになると思いますね。打ち合いですから、横浜は機動力中心、中日はもう重量打線と、この戦いじゃないですか、点の取り合い、なるほどね、こういう展開だと思います、でも、開幕戦はどう考えるか分かりませんけれども、勢いに乗るためにもですね、ドーム元年やっぱり勝ちを収めたいですね。確かにそうですね、やっぱり最初よければ終わりの良しということでね、やはり乗りたいですよ、何しろね。そうですね、はい、勢いにね、星野さん、開幕ちょっと弱いんですよね。でもね、それでも頑張ってもらいたいと思いますが、それでは特設スタジオどうぞ。ありがとうございます。今日はですね、あのメンバーで、解説矢沢健一さん、そして藤波幸雄さん、吉村勲アナウンサーで午後7時からこのチャンネルで野球中継をお送りいたします。そして峰竜太さんがゲスト解説だそうです。困っちゃいましたね、私静かに見てます。一生懸命応援して一生懸命応援しましょうね。そしてですね、この後ザ・ヒューマンのニュース番組の中でも、縮小画面でなんとこの野球中継をずっとご覧いただけるということなんです。これは初めての試みなんです。二分割画面、皆さんお楽しみにしてください。そして明日も
7時から東海テレビ野球中継をお送りいたします。解説小畑さん、実況植木アナウンサーで放送いたしますので、どうぞ今日明日はドラファンの皆さん、東海テレビ釘付けです。そうですね、あ、2日間にわたって生中継ということでね、ドラゴンズホットスタジオもね、明日5時半からですね、はい、またこちらのドームの方からですね、生中継ということで、私たちの番組忘れちゃいけない、ね、5時半です。私ですから今日はですね、名古屋に泊まんなきゃいけないんですよ。遊ばないでください、ね、いや、神さん一回帰ってからまた行けばいいじゃないって言われて、そうはいかない、やっぱり今日と明日はもうドラゴンズ漬け。そうですね、もうみどりさんも忘れて、ドラゴンズオンリー。そうですよ、それだってね、この開幕でドーム元年ということですが、私だってね、力は入ってますよ、やはりね、ファンの皆さんというのはね、もう気持ち一緒だと思うんですよ。ハラハラしながらね、ドキドキしながらですね、見守りたいと思いますけども、このドームでですね、開幕できるというのはですね、大変なことですよ。思いますけどね、もう今山本さんが映ってますけどね、山本さんの心中はどうなんでしょうかね。さあ星野さんもですね、やはりこのドームということになってね、もう全然気構えが違うと思うんですよね。そうですね、いろいろ責任も感じてると思いますが、はい、とにかく今日はリラックスしていいゲームを見せてください。 でもやっぱり勝ってほしい、そうですね、はい、こうやってやってまいりましたけどもね、やはり我々ドラゴンズが勝たないと我々の番組が盛り上がらないということ で、はい、ね、ドラゴンズ勝ってこそ我々の番組も成功を収めるということですからね、はい、今日はですね、ドラゴンズの選手の皆さん一生懸命頑張っていただきたいと思いますし、はい、我々はですね、もうただ応援するしかありません、はい、ね、スタンドの方もだいぶ埋まってまいりました。今日は4万500人超満員だと思います、はい、今日はね、東海テレビで皆さん応援していただきたいと思いますね、はい、東海テレビでともにドラゴンズ満開です。どうもありがとうございました。ハリソン・フォード、ブラッド・ピット。優しい微笑みに隠された悪魔の素顔。デビル。口寂しい時。体すっきりキスミント。ダイエット。グリコ。さあ、みんな。僕のベルに打ってきてくれ。そういうことじゃなくてさ、今日も打て打てポケットベル。ベルで話そう。メッセージ。たまごっちが当たるよ。より強くガムからガムケア。薬用成分 CPC がより長く殺菌力を発揮、歯周病菌と戦う力がパワーアップ。ガムケアデンタルリンス新登場。Honey, it's breakfast time. It looks good, huh? It smells good, right? Did you know? I'm famous cooking Japan. 僕の向上心 ECC へ。話せる鍵は ECC。ラララララ。Everybody cooking. グリコプッチンプリン。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。奥さん、本当のみりんを使いましょう。本当のデリ、本物だけが本みりん、宝本みりん、てりっこ、てりっこにし、てりっこ。今夜ね、お寿司たりだけあたりどこか飛んでいたり、転がってじゃれあうてめかしょ。結構いいよね、この一本金子、ワイルドコート綺麗だな。フォンドボーのあのコクを知っていますか。上質のコク、フォンドボーが生きている。SB から新フォンドボーディナーカレー。カレーがもっと好きになる。ベネトンカラーフォーム。ベネトンブリーチ。ベネトンブリーチカラー。ベネトンヘアカラーズデビュー。バイダリア。キリンレモン。何？何？今年のキリンレモンは何ここ？本物だわ。ロストワン。
レモンアップで新しい、ずっとずっとキリンレモンセレクト。ハリソン・フォード、ブラッド・ピット。優しい微笑みに暮らせた悪魔の素顔。デビル。普通の 100% はもういらない。私はトロピカーナ、ナチュラルモーニング新登場、フルーツオートロピカーナ。そろそろなんとかしなきゃって言うんだけど、でも美白って高いからな、なんてシミそばかすってさ、見て見ぬふりしちゃうのよね。ビタミン C 配合の薬用美白美容液がカネボーフレッシャルから1800円。試してみたい価格でしょ。ソースはどれも同じなんて思っていませんか。濃口は野菜をたっぷり使った旨味の深い高級ソース。なるほど、ソースが違うんだ。美味しい濃口は香味ソース。こんばんは、ザ・ヒューマンです。いよいよ始まりますね。ドームで迎える開幕、中日横浜は山本昌、森田の先発で6時20分プレーボールです。ドラゴンズはドームで初戦を飾れるか、今夜は中継がたっぷりです。ドラゴンズの開幕戦を独占中継します。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本の物価は高いよ。あれから3年、今日本は不機嫌な時代。2020年までに世界の中で日本はどういうシナリオを選ぶでしょう。未来はすでにあなたの相場で始まってます。その中でミキはお客様の声に励まされ、メガネと見ることの研究開発に取り組んでいます。いらっしゃいませ、メガネのミキ。6日まで蒲郡協定へ。いいじゃん蒲郡。春爛漫、雅の伝統を一堂に。松坂屋加賀百万石店。全国に知られた評判の店、老舗の料亭、百万石の心意気、72点が勢ぞろい。第6回加賀百万石店は松坂屋本店で8日まで。おしゃれも満開、春のレディースファッションダイバーゲンも好評開催中です。続いて名古屋からお伝えしてまいります。いよいよドームで公式戦が始まりました。始まりましたね。中日横浜、名古屋ドームの最初の試合、6時20分プレーボールですから、はい、もうちょうど今始まったばかりじゃないかと思います。始まったばかりですね。はい、早速中継つないでみましょう。はい、名古屋ドームです。お待たせいたしました。1997年ドーム元年の幕開けです。今始球式が終わりました。ちょうど第1球が間に合います。歴史的な第1球が間に合いますが、今ゆっくりとこれからウォーミングアップを行いますので、22分45秒までは入りませんが、どうですか高井さん、これは歴史的な第1球をぜひご覧いただきたいと思うんですが、よろしいですか。今日はニュースがいっぱいありますので、ね、ちょっと苦しいんですけど。あ、そうですか。吉村さん、こうやって名古屋で、名古屋ドームで開幕迎えた心境を一言聞かせてください。山本昌宏と増田の先発、森田の先発なんですが、とりあえず別世界にいるような気がいたします。なるほど、わかりました。間もなくなんですがね、ダメでしょうか。厳しいんですよ。満員のお客さんなんですが、まもなく歴史的な第1球ということになります。はい、名古屋ドームからそれじゃあ後ほどご紹介いたしましょう。はい、あと何回も呼びかけますので、はい、その時にまた聞かせてください。後ほどたっぷりお伝えいたします。はい、さて、今ご覧いただいておりますように、東海テレビがナイター中継を放送する日はこのザ・ヒューマンの時間でもニュースと合わせて縮小した画面でナイターをご覧いただくようになりました。ただしニュースの内容などによっては野球の画面を外して通常の画面でニュースをお伝えすることになっています。はい、ですから山本の第1球もこれでご覧ください。はい、さて、それではニュースをお伝えいたします。
経営が破綻し大垣共立銀行に事業を譲渡することが決まった岐阜市に本店がある東海信用組合が過去十数年にわたって経営状態をよく見せようと事実上の粉飾決算をしていたことが分かりました。監督機関の岐阜県によりますと東海信用組合では多額の不良債権の利息を長期間未収利息として資産に計上していたもので未収利息は平成8年度50億円に上っています。しかし本来なら6ヶ月以上返済が遅れた利息は収入とみなすことができないことになっていて岐阜県では14年前から組合の決算を承認せず是正するよう指導してきましたが改善されなかったということです。名古屋市内の公立の小学校で今日入学式があり3年前の中華航空機事故で大けがをして奇跡的に生還した長谷部博義君が新1年生のスタートを切っています。博義君は3年前の名古屋空港の中華航空機事故で奇跡的に助かりましたが一緒に乗っていたお母さんを失いました。今日の入学式には新1年生60人が出席し博義君は父親の敦さんと真新しいスーツ姿で式に臨みました。式では大島博之校長から友達と仲良く頑張りましょうと話がありました。入学式って言うやん許せんだよ学校でのね、その生活をやっぱり楽しく送ってほしいと思うし、もうのびのびとね、もうやってもらえればこれでいいと思ってる。博義君は後遺症はほとんどありませんが、今後も月に1回程度検査のため通院を続けます。まあ、事故から間もなく3年、しかし随分大きくなりましたね。大きくなりましたね。はい、さあ続いてはニュースフラッシュです。名古屋市は官官接待など懇談に出席した市の職員の氏名や懇談場所それに目的を今後は原則公開することを決めました。しかし相手は省庁名だけは明らかにするものの名前などは信頼関係を損なう恐れがあるとして非公開のままで不十分な内容にとどまっています。東海テレビと東海ラジオの春の番組改編などについて有識者の意見を聞く東海放送番組審議会が開かれました。審議会では委員から東海テレビ自社制作の番組をさらに増やして独自のカラーをもっと強めてほしいなどいった意見が出されました。名古屋市港区で電柱の上のカラスの巣に混じっていた針金が電線に触れて漏電しおよそ2000軒の家庭が停電しました。都市部のカラスは金属製のハンガーや針金を巣に持ち込むケースが目立っていてこうした停電騒ぎがしばしば起きています。とんだ停電騒ぎでした。この後はドームからの中継です。ちょっとだけなら重くはないが空港まではつらいぜそんな重い荷物を抱えちゃ海外旅行も楽じゃねえぜちょいとそこ行くお嬢さん重い荷物は任せなよあんたは手ぶらで空港へ。コグマのタクソーポーターサービス。松坂が生んだ偉大な国学者本居宣長その旧宅が松坂城址に移し建てられている。ここはまた桜の名所でもある。春の日に誘われてここを訪ねれば宣長の愛した鈴の音がどこからともなく聞こえてくるようだ。我が家に静かな朝が来た。ダイニングホールの3階建てがとりわけいい顔を見せる時間だ。立体的で彫りの深い表情が一層際立っていく時間。朝、私はこうして我が家と語り合うのが好きだ。いい顔の3階建ては朝が似合う。アービスウィング2積水ハウス。さてお待たせしました。ここで再び名古屋ドームからの中継をご覧いただきましょう。はい、吉村さん。
はい、どうもスタジオの皆さん大変失礼をいたしました。少々私も浮き足立っておりましたが、浮き足立っているのは私ばかりではありませんで、先発の山本昌弘もちょっと立ち上がりボールが多くなっています。先頭の石井がフォアボール、春がバントで送りました。そしてセルビーをサードゴロに打ち取りまして、ツーアウトランナー二塁という、まあ、横浜ベイスターズといたしましては1回の表に先制のチャンスを迎えているわけです。バッターボックスはローズです。解説は今日矢沢さんとそれから藤波さんなんですが、矢沢さん、はい、立ち上がりちょっとボールが多いですね。そうですね。あー高くて、あーびっくりしました。左へ切れます。ファールです、あのカーブといい、あのストレートといいですね。非常にこの高めにこう来てますよね、はいはい、で両サイドにこう外れてますしね、今なんかストライク取りに来て危ないそのコースですよね、危なかったですね、藤波さんは立ち上がりの山本をどうご覧になります？やはり硬くなってますね、はい、あのこのドームの開幕ゲームということでね、まあ、沢村賞、まあ、最多賞ですか、はい、何度取った山本ですら、これだけ緊張するんですよね。緊張するんですね、はい、だからこれ、このイニングが終わってみないとね、山本肩の力がこう抜けてこないと思うんですよね、はい、ここはなんとかこのローズを打ち取ってほしいんですが、これはボールです。ワンストライク2ボール。まあ、これは矢沢さん、はい、もうドーム元年ということもありますし、開幕戦ということもありますし、プロ入り14年目で初のオープニング投手ということもありますし、緊張しないわけはないですもんね。確かにそうですね、我々もなんかねこう、ワクワクしてますしね本当に変です。それはもうそれ以上にね、はい、山本昌がね、大観衆の中でね、やはりもう、こう緊張するなってもね、はい、あーっと、センター前抜けてった、二塁ランナー三塁を回った、横浜が先制点です。ローズのタイムリーヒット、これで緊張感が逆に藤波さん取れるでしょう。そうでしょうね、まあ結局山本らしさっていうのは、内野ゴロをどれだけ取るかってことですから、今ヒットになりましたけどね、山本のペースを早く彼が掴むことですね、はい、まあ、この1点で楽になるでしょうですね、はい、まあ、ただこういう試合の先制点というのはかなり大きいんですが、とりあえずは1点取られてしまいました。マウンド上の山本昌弘です。プロ入り14年目初のオープニング投手です。そして一方横浜のオープニング投手は森田です。森田は2年連続です。ドラゴンズは立浪、鳥越、パウエル、ゴメス、ゴメス4番、音5番、山崎、大光、中村、山本昌弘というオーダーです。バッターボックスには駒田、横浜は全くの右左右左というジグザグ打線です。今度は左の駒田です。これは江川さん、投げてるピッチャーとしては右が出てきて左が出てきて右が左と、これ綺麗に8番まで並んでるんですね。そうなんですよ、それとね、はい、やはりこの山本昌ってピッチャーはね、はい、あのいわゆる左バッターにね、意外とこう弱みがあるというかね、あの持ち前のその抜いたシュートがね、まあ、スクリューですかね、はい、それがこう特にこの駒田なんかには使えない弱みがあるんですね。だからその辺ちょっとこう、見てるんですけどね、どのくらい使ってくるか、はい、緊張の中村がリードしますが、これはストライク入りました。やっと2ストライク1ボール、カウントを追い込んだのはこれが初めて。立ち上がり石井を1-3、それから春は初球バント、セルビーはノートゥーから、からローズが1-2からセンター前タイム、ストライクが先に先行したのはこれが初めてです。2ストライク1ボールです。こっからが本当は山本本領を発揮しなければいけないところなんです。2&1、左の駒田です。これで 2-2、 平行カウントになりました。確かに先ほどの藤波さんね、はい、矢沢さんの話にありましたように、例えば佐伯に5割打たれてるとかですね、はいはい、結構左バッターに捕まってるんです ね、 そうですね、まあ、横浜の左バッターに対しては非常にあの相性があまり良くないですけどもね、はい、それよりもやっぱりこの雰囲気の中でね、山本自身を自分を取り戻すってことがまず先決じゃないですかね。そうでしょうね、これで落ち着くでしょう。駒田三振です。1回の表横浜ベイスターズはしかしローズのタイムリーヒットが出ました。横浜が先制点でやります。山本立ち上がりちょっと浮き足立っていました。ご覧ください、まるで春のように浮かびます巨大 UFO です。そうですね、はいはい、また名古屋ドームは呼びかけさせてもらいます。しかしやっぱりドームの野球、こちらの第一印象綺麗でしたね、はい、小松さんの後は夜桜中継です。ソースは
はどれも同じなんて思っていませんか。濃口は野菜をたっぷり使った旨味の深い高級ソース。なるほど、ソースが違うんだ。美味しい濃口は香味ソース。ソースはどれも同じなんて思っていませんか。濃口は野菜をたっぷり使った旨味の深い高級ソース。なるほど、ソースが違うんだ。美味しい濃口は香味ソース。体脂肪率とは体重に占める脂肪量の割合です。同時に測れます。ワン、ツー、スリー、測定。脂肪が見えます。脂肪が見える体重計。タニタ岡崎店だ朝日と、うちでセールだ朝日と。今までなら1万円の商品が税込みで1万300円、それが今なら消費税 5% を含んで1万円ぽっきり。朝日とカメラ。先輩の胸かわいい。変わらせてください。わかる。はい、ふっくらコロンって感じ。丸の力で丸く上げるソフィカル M サークルリフトブラ。ふっくらコロンは初登場。ポーラからプレゼント。コーヒー引こうかな。自分で引くよりユーロパック。マキシムマキシム。引き立ての香りをすぐさまパック。マキシムレギュラーコーヒーユーロパック誕生。香りが違う。キグナスのエクセルカードはキャッシュバックはもちろん、24時間ロードアシスタンスサービスでカーライフをサポート。キャッシュバックだけじゃもう古い。キグナスエクセルカード、今10万円が当たる。ヒューヒューのガラスウォーターいかがすか。一本ください。君たちカップルだね。じゃあストローは2本だ。ラブラブ。ヒューヒューのガラスウォーターいかがすか。飲んでく。今週ザ・ヒューマンは満開の桜を追って各地から中継をお伝えしております。今日が最終回です。川沿いにおよそ1000本のソメイヨシノが並ぶ愛知県豊田市の水源緑地からです。はい、どうぞ。薄いピンク色の桜並木が雨に濡れています。こちらは豊田市の桜の名所水源公園です。今日は予報が夕方から雨となっていましたが、こちらでも4時から少しずつ雨が降り出しました。今は止んでいます。今年は平年に比べて東海地方のどこの桜も開花が早かったんですが、この水源公園の桜はやや遅く、今でも八分咲きの桜もちらほらと見ることができます。この公園は矢作川沿いにありまして、水源公園という名前の通り三河地方へ水を送る明治用水があります。明治の時代に当時何もなかったこの公園に人々は桜の木を植えていきました。今では川沿いに圧巻ともいえるほどの千本桜を見ることができます。またこの矢作川を利用しまして、こちらでは船遊びができます。第二次大戦中にできなくなったこの船遊びが去年復活しまして、今では美しい桜並木を屋形船に乗って見ることができるんです。川と桜というのは本当によく合いますね。この水源公園の桜は開花が少し遅かったこともありまして、来週いっぱいまで楽しむことができそうです。以上、水源公園から中継でお伝えいたしました。はい、本当に綺麗でした ね。 そして今日もそうですけれども、各地とも今ちょうど満開でね、はいはい、この週末皆さんもどうぞ桜をお楽しみください。総合口座に貯蓄預金がつきました。ハットトリック新発売。生活一番窓口名古屋銀行です。 Bank of Nagoya。 淡き夢舞い降りて、伝統が磨き上げた郷土の銘菓、備前屋の淡雪。え、シミ、くすみに新しいファンデーション、 UV カットはもちろん光拡散効果でシミ、くすみ、目立たない、ずっと綺麗でよ。リベーヌナチュールアルファ。プレイドオフ。キングダムは
の完成はまだかね。8時ちょうどに。1号みたいなことはないんだろうな。完成です。あずさ2号が8時ちょうどの、あずさ2号をね、あずさキック。お力映るんです。強いから美しいのか、美しいから強いのか、その人は太陽でした。太陽生命。続いては近づく名古屋市長選挙についてお伝えをいたします。立候補を予定しておりますのはここに登場したご覧の3人です。東海テレビではあさっての告示を前に世論調査を行いました。その結果、立候補予定者を一人も知らないという人が全体の 40% に上るなど、浸透度は今一つだというようなことが分かりました。今日はまずこの世論調査結果をご覧いただきます。この調査は3月29日から今月1日までの4日間、名古屋市内の有権者500人を対象に電話で聞きました。関心はどうでしょうか。まあ一応、まあ、あるっちゃあるけどね。昨日掲示板見て初めて知りました。あんまりありません。あんまり期待できないじゃないですか。今回の名古屋市長選挙に関心があるかどうか聞いたところ、あると答えた人は半分以上おり、ないという人を大きく上回りました。しかし、新しい市長によって市政が変わるかどうかについては、変わらないと答えた人が半分以上おり、市長選挙への期待の薄さが浮き彫りになっています。名前と顔と結びつかないんだけどね。この人は共産党でしょ。で、どっちがあれなの、相乗りの人なの。松原さん、大島さん、村さんね。知らないです。全然知らない。立候補する人を知っているかどうかについては、3人とも新人で知名度がないことから一人も知らないという人が 40% 以上いました。今回は前そうってないんじゃないですかね。私たち老人は福祉だわね。業界が一番じゃないでしょうか。選挙の争点は、立候補予定者が一様に掲げる情報公開よりも行政改革と答えた人が 35% と最も多く、行政のスリム化を求める人に加え、行政に対する不信感の表れが見られます。昔はあったけど今はない。今はもう分かりません。支持政党については、なしと答えたいわゆる無党派層が 57% で最も多くなっています。この無党派層のうち 80% 近くが投票する人を決めていないと答えており、今後の選挙戦が大きく左右することになります。最後に候補者別に見てみると、3人とも支持者のうち無党派層の占める割合が全体の 33% から 67% ほどと高くなっているのが特徴です。という世論調査の結果だったんですが、ここでスタジオに名古屋大学の後呂房夫教授をお迎えいたしまして、この世論調査結果についてまた分析をしていただこうと思います。後呂先生ね、まず驚いたのは、市長が変わっても市政は変わらないという意見がですね、こう 51.3% もあったんですけれども、これはまあ何も期待してないということなんですかね、有権者は。まあそうとも言えるんですが、ともかく候補者の方がですね、この人がまあ当選をしたらこういうことをやるというですね、そういうイメージがまだくっきりとはですね、出せていないということのまあ結果だと思います。はい。そして、立候補予定者はまあ今のところ3人なんですが、この3人は揃って情報公開ということを、今市民に訴えております。はい。しかし我々の世論調査では、選挙で皆さんの関心がある点といいますと、と書いていただけますかね、行政改革ですとか、それから福祉という点に関心があると。ここで、立候補予定者とはこうズレがあるわけなんですけれども、うん、そうですね。まず行政改革は、実は、市民オンブズマンやですね、いろんな人たちが、ある意味で問い詰めた結果ですね、非常に具体的なところまでですね、煮詰まったということだと思うんですが、実はこの情報公開というのは本来はその行政改革のですね、一環であってですね、その行政を透明化したりですね、住民がコントロールしたりをするという、そのために必要だという意味
味で、この情報公開の問題がですね、行政改革をどういうふうにやるのかというところまでですね、結びつけて議論されることが必要になっていると思いますね。なるほどね。それからもう一つ、行政改革する分福祉を充実させてほしい、はい、ということでもあると思うんですけれども、はい、特にこの福祉が非常に大きいというのはですね、特徴だと思うんですが、これは国でもですね、今公的介護保険の導入が、議論になっているわけですけれども、もしそれが入るとするとですね、これは自治体の役割が非常に大きいということですから、そこについてですね、同時にしかしそんなに公務員やですねなんかを増やすわけにもいかないという、その状況の下でどういうふうに自治体の役割を果たすのかというのは、これは非常に具体的なですね、構想が必要とされるわけ でそれをお互い3人のですね、候補者がぜひ自分なりのですね、独自のイメージを出して競ってほしいと思います、うん、まさにその点ですよね、はい、どういうことをやるのかはっきり見せてくれというのが有権者の声じゃないかと思うんですけれども、はい、選挙は明後日告知であります、そこで、今ゲストを迎えしました後呂先生、明日の朝10時からのニュース工房でも再びお迎えいたしまして、市長選挙については明日の朝ニュース工房で詳しくお伝えをすることにいたします。それから野球の情報が入りました。中日が逆転に成功して現在2対1になっているということです。私だけの着信音が欲しいな。作曲弾きなさい。作曲マイ着信音が作曲できる。私だけのメロディー。一番近くにデジタルフォン。グッドでナイスでラッキーなニュースはハウスから。フルーチェがもっと、もっと、もっと、もっと 20% 増量。フルーチのデシャバリー。ハウスフルーチェ。当たります。サクセス。クイックスタイリングからプロ専用、寝癖が直る、思い通りにブローが決まる。ブローもクイックサクセス。クイックスタイリングブロー用デビュー。この味わいでね、世の中ありそうもないことが起きるもんですが、この味わいで380円、デリカメゾンピクニックキャリー当たります。賃金が決まったぞ。刀だ。このように必要なものが分かれているといざという時大変。コントの新選組は一式揃って嬉しいオールインプラン。こりゃいい。あ、いいえ、これはこちらの方のです。そんな、起きた。あ、はい。第一生命。この週末花見が気になる、つまり天気が気になるというわけですね。はい、聞いてみましょう。コーナーの着物屋方中根帝京、明日の天気松尾さんです。はい、どうなりますか。はい、明日はですね、大雨になりそうなんですよ、ね、昨日ちょっと暇でお知らせしたんですけれども、ここへ隙間がありましたよね。これが実は今日この動かしていただきますと、日中通過いたしまして薄日が漏れたりして、一応天気が持ち直したんですけど、これで天気が回復するな、予報が外れるんじゃないかと思われたかと思いますけど、またご覧のように大きくまとまった雲が近づいてきております。そして発達した雲が見られまして、こういう雲が入ります。明日はかなり激しい雨が予想されます。その予想図をご覧いただきますと、ご覧のようになっております。低気圧がここへ進んでまいります。これに湿り気と暖かい南からの暖かい空気の入り具合をご覧いただきますと、こういうふうになっております。1500m 上空で12度の等温線がざっと東海地方まで入り込んでまいります。気温が高いということは、それだけたくさん水蒸気を含むということで、大雨になる可能性があるわけです。それでは明日の予報を局地予報でご覧いただきますと、愛知県は全て雨になっております。午前中を中心に山間部は100ミリ近い雨量が予想されております。そして岐阜県です。やはり雨が多いのは東濃山間部が中心で、80ミリから100ミリ近い雨量が予想されて、1日雨に降り込められます。三重県です。三重県も四日市など一部で雨足の強くなるところがあります。1日雨でしょう。さて気温ですけれども、最低最高気温ともに大幅に平年を上回りまして、少し蒸す感じがあります。全国的に見ますと北海道だけが明日はお天気がいいんですけれども、全てご覧のように雨の予報になっております。荒れ模様のお天気になりそうですので、どうぞ気をつけてください。週間予報ですね、月曜日から天気が持ち直しまして晴れてきます。日曜日も雨に降り込められそうです。以上です。
まあ、傘を差して桜を見に行きましょう。そうですね。この後はドームからの中継です。車です。おいでドッポタウン B、 そしてミニカタウン B 誕生。はい、お塩でどうぞ。はい、エビスでどうぞ。おはい、レモンでどうぞ。はい、エビスどうぞ。エビス、ちょっと贅沢なビールです。春もエビス。エチコヤ、 Are you listening? SorryI don't understand. 何言ってるんだ。 Come and join us. 英会話はイオン。6日日曜の名古屋ハウジングセンター豊田会場では、君も機関車トーマスと愉快な仲間たちに会えるよ。エコ、大人はいいよね。え、地球が温暖化するから、ね、なんだから子供は。何言ってんのよ、うちたち。明日のために今やろう、トヨタエコプロジェクト。大好きな人を、生命から損害まで暮らしの保障のことは JA のライフアドバイザーにお任せください。いいアドバイスあります。 JA 共済。でもさ、僕って長男だし親の面倒を見ないといけないしな。そろそろ三沢かな。僕たちホームエンジニアは家づくりをライフプランから考えます。三沢ホームを見てください。奥さん、本当のみりんを使いましょう。本当のデリ、本当のコク、本当のうまみ、本物だけが本みりん。宝本みりん、テリッコ。テリッコにし、テリッコ。今一つ事件のニュースが入ってきましたのでお伝えします。今日夕方、名古屋の地下鉄東山線の車両の中で若い男性がナイフで腹を刺されて重傷です。事件があったのは東山線の栄から伏見駅に向かう車両の中で、若い男性が15、6歳くらいの少年にガンを飛ばしたと言いがかりをつけられた上、いきなりナイフで腹を刺されたということです。調べによりますと、刺した少年は伏見駅で下車して逃げたということですが、刺した少年は身長160センチ前後、半ズボンに白い帽子をかぶって耳にピアスをつけていたということです。はい、事件のニュースが入ってまいりました。はい、ではお待たせいたしました、ドームからの中継です。その後ゲームは動いたんでしょうか。高井さんの途中経過にありましたように、1回目裏ドラゴンズ、まあ、怒涛の攻撃になりかけたんですが、いずれにしても試合をひっくり返しました。2対1逆転です。1点リードされた後、いきなり立浪、ワンストライク2ボールから4球目、初回先頭打者ホームランです。ドームは飛びますね。この立浪の第1号のホームランで1対1の同点の後、鳥越ヒット、すぐ走りました、盗塁成功です。パウエルフォアボールの後、ゴメスライト前ヒット、これであっという間の2対1。その後もノーアウトランナー2塁1塁というチャンスが続いたんですが、残念ながら後続はありませんでした。そして2回の表の横浜の攻撃はワンアウトランナー一塁です。これでツーアウトになりましたね。ツーアウトでランナーが一塁と変わってます。山本ですが、1回ちょっと浮ついたピッチングだったんでありますけれども、この回先頭バッターを三振、その後佐伯左に弱いですね。ワンアウトランナー一塁から今谷繁サードライナーでツーアウトランナー一塁であります。ここでなんとか山本正弘に落ち着いてもらいたいんですが、私の見る限り1回よりは落ち着いてます。駒田を三振に打ち取った後、この進藤を三振に取っておりますので2者連続三振、少し落ち着いてきたかもしれない。ごめん、取った、二塁へ、あー、打たれた。ランナー相手に三塁へ進みます。こういうミスが一番いけないんです。今は無理して投げなくても、ちょっとエラーが出ました。こういうとこやっぱりどうもこの試合は波乱含みになってきましたね。現在2対1でドラゴンズ1点リードです。
新しい球場という面も出ちゃったんですかね。あ、まあ、それもありますが今ゴメスよく取りましたけどね、うん、取りましたね、はい、その後の送球が悪かったですね。はい、わかりました、はい。今夜はこの後ナイター中継ですのでテレビをご覧の皆さんはザ・ヒューマンに続いて名古屋ドームからの中継どうぞお楽しみください。はいはい、それでは、今日一日のニュースを振り返りながらお別れをしたいと思いますが当然バックの絵はドームの映像でございます。はい、それではまた来週お会いしましょう。失礼します。Stronger than any mountain cathedral Truer than any tree ever grew Deeper than any forest primeval I am in love I'll bring fire in the winters You'll send showers in the springs We'll fly through the falls in summer 人間はなぜ働かねばならんのかのう。そないにぼやかんと。のほほんのほほん。猫はええの。新発売サントリーのほほん茶。エチコヤ Are you listening? Sorry, I don't understand. 何言ってるんだ。 Come and join us. 英会話はイオン。おい、先行くぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。すぐ来るから。食べないの？野菜生活始める。カゴメ野菜生活100。名古屋ハウジングセンター上田会場の6日日曜は女の子たちの新しいアイドル登場。新作キューティーハニーフラッシュショーを開催。名古屋ハウジングセンター。ディオってノンシュガーでノンカロリーなのにほのかに甘いんだ。今までなかったね。ティオにしてから紅茶がいいね。朝日ノンシュガー紅茶ティオ。岡崎店だ朝日と。うちでセールだ朝日と。今までなら1万円の商品が税込みで13,000円。それが今なら消費税 5% を含んで1万円ぽっきり。朝日とカメラ。入った入った。入るなら夢維持。決めたら安いもんね。割安な保険料どう？お姉ちゃん。わあ、ピチピチ。夢維持、若者の保険です。彼氏？指相撲？じゃなくて、女子、女子、女子。指圧を聞く。あなたとコンビニ、ファミリーマート。ジュニパプリサンテルトンボディ。冬暖かく夏涼しく結露も抑える生活断熱テルモアから日本の窓が変わります。 YKKAP。 なんでなんでモルツは甘いんだろう。京香ちゃん、なんでこんなに空いてるのに相席なの。なんでだろう。麦 100% だから泡までうまい。サントリーモルツ。モルツジャケット当たります。少年の頃の熱い眼差しを今も失わないあなたに、いいメガネとの出会い、ビジョンケア。菊池。今春が来て君は綺麗に。日本が美味しくしたアイスクリームです。ジャパンプレミアムあや発表。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。